俺だって一回ねあのー、浦和の寿司屋行ったの浦和の寿司屋つい先日なんだけどさ携帯のレンズをさあの直してもらうために浦和,浦和パルコに行ったのね浦和パルコで携帯出してる間90分ぐらい時間かかるって言われてその時間潰しで寿司屋行ったのでその前にメガネは見に行ったんだけどエフェクターで欲しい眼鏡なくて もうちょっとなんか天気も悪かったから雨も降ってたからじゃあご飯食べようと思ってパッと目に入ったのがそのエフェクターのメガネ売ってるすぐ隣にお寿司屋さんがあったのそうでそのお寿司屋さん入ったのねそしたらなんか若い男の子やあとおじさんとかちょろちょろっとお客さんいてでカウンターに案内されたの回らないところそう三昧だったかなどこだったかなあれまあチェーン店ですわんで 入ったのそしたらなんかお姉さんが来てメニュー表を見,て見せてくれて「このただいまの時間こちらです」って言われてなんかランチのお寿司のメニュー表を出されたのでも俺ランチの寿司食わないからバラバラで食いたいから「ただいまの時間こちらです」って言われたから「ランチの寿司これしかやってないのかな?」と思ってでカウンターだから目の前前に板前さんいいるじゃないその板前さんに「すいませんこのランチの寿司じゃなくて個別で握ってもらうことってできないんですか?」って聞いたら「いや あの、違うんです。あの、ランチは、あの、お得なメニューとなっておりますので、あの、もちろん、あの、個別で、あの、握ることも可能ですけど、って言われて。なんか急にバーって目の色変わって、え、個別なみたいな目で変わって。いや、俺全然値段とかじゃなくて、食べたい寿司食いたいから、ランチの詰め合わされた、食べたくない寿司まで食べたいとは思わないですよ。卵なら卵、ホタテならホタテだけ食べたいわけ。そう。だから、このランチのメニューいらないんですよ。 通常メニューが欲しいんですよ。で、ね、とりあえず、あの、もう座って開口一番うロん茶二つって言ったの。まあ、一個じゃ足りないから。うろん茶二つと、あと、あの、通常メニューくださいって言ったら、もう急にいたさんが、あの、汁物サービスさせていただきますんで、と,言と。何も言ってないのに、あ、こいつ食べるやつだと思われたのか、急に、ただで味噌汁くれたんですよ。そう。 本当はランチとかについてくる味噌汁なんだけどお,お味噌汁飲まれますかって言うからあ飲みますよって言ったらじゃあサービスさせていただきますんでって言ってバーンって出してくれてそうでホタテに中トロに卵にあとイクラにあとカズノコにとか言っ,て言ったらもうボン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 頼むからそしたらもうあれだとうございますとか言って握り始めてめっちゃ笑顔になって板前さんがそうそしたら板前さんがメニュー下げて下げてって言って その、受付の、あの、ホールの女の子に、その、ランチ用のメニューを下げて,下げて,て,て, <laughs> っって下げてって言って、田前さんが、もういらないよつって、下げてつって、じゃあこれ返してみたら、もういらないんだけどな、つって。で、通常メニュー置かれて、こちらの方から、つって。他にもサイドメニューありますんで、って言われて。乗客になって、五千5200円食った。ばっか食った。そう、調子良くて気持ちよくなっちゃってさ、じゃあこれもあれも、これもあれも、つったら、お金いけーっつったら、あの、20分ぐらいしかいなかったのに、5200円だった。うん。 食ったなーと思って、めっちゃ食っちゃってさ、そう、乗客、20分5200円ですよ。乗客中の乗客でしょ一瞬、一瞬で食って一瞬で帰るんだから。そう。ランチメニューの3倍いや、俺めっちゃ食うから、食う時は。この前の大曲りでもそうだけど、昼にチェックアウトしてさ、その臭いホテルまでの時間あるじゃん。2時間ぐらいあるでしょ。で、その間もう配信会でご飯食べようと思って、Google マップに、 食事所って入れたら、すぐ出てきたんですよ。そしたら、あの、とあるホテルのダイニングバーが開いてて、だからそこだけだ、そこだけ行けるから、あの、その時間的にも近いところだとそこが開いてたんで、行ったんですよ。そしたら、あの、刺身定食と、あと、おなんか店の推しだったかなあの、卵焼きと、うん、あと、いろんなのを頼んだんです。あ、天、天ぷらか。天ぷら定食に、え刺身盛り合わせに、 卵焼きを頼んんだですよで3つ全部で3,000何本だったかな値段は3,000何本ぐらいだったんだけど他にも昼時でお客さん来てて大体同時に入って大体同時にあのお会計になったんですよそしたら他の人のお会計の値段聞こえたんだけどみんな1,000円なのねランチメニューの1,000円とか1,100円ぐらいのやつを食ってて1人だけ3,000超えで3倍ぐらいの値段払ってさ そう。店員さんがホクホク顔でさ。そう。喜んでくれた。うわ、こんなに食べてくれるんだ。つって。そう。あの、遠征するとすげえ食っちゃうんだよね。もういろんなもの食べたくて。そう。なんかもう次いつ食べれるかわかんないからさ、もう何でも食べたいじゃん。餌代が一番かかるんだよね。餌代すごいかかる、マジで。だって前に大家さんに言われたもんね。ゴミ掃除するときに本当に一人で住んでんのって言われたもんね。 そうゴミの量多すぎてあの出前館とかでゴミバンバン出るじゃん料理配信でゴミバンバン出るじゃん本当に一人で住んでるのってやだもん、うん、それぐらいゴミの量多いらしくてそれぐらいゴミが多い私はいつまでもやりますよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねお疲れ様でしたセンキュー